ただいま。お、シュ。あのごめんなさい、ダメだって言ったんだけど。別にいいよな、俺が勝手に入ったからって怒りはしねえだろ。まあ別に怒りはしねえけど。怒ってよ。けどさ、どうせバイト雇うなら巨乳のナイスバディのお姉さんの方がよくね。バイト？あの私こいつハウスキーパーのバイトなんだろ。そうなの、そのバイトなの。ああけどこいつの方が時給安くて済むか。うん、バイトなんかじゃねえから。は？ちょこいつは俺の彼女だ。今なんつった？一緒に暮らしてんだ。嘘だろ。顔は人並み、胸もねえ、余計もねえ、英語もろくに話せねえ、こんな女が柊の彼女だとがっかりだぜ。よくがっかりする人だな。おい、つうか納得できねえよ。こんな女と一緒にいたいだけでアメリカに行かねえなんて、そんなバカな話俺は信じねえ。じゃあ納得できるまでここにいるか。は？え？一緒に住めば。何言ってんの？一緒に住んだらこいつの良さが分かるってのか。当たり前じゃん。え？分かった。